今日のそれぞれの山水という展覧会を企画している近藤と申します。今日は寒くない中お集まりいただきありがとうございます。はい、で今日は、この後オープニングなんですけど、それに先立ちまして、京都国立博物館の主任研究員で中国の書画を、研究なさっている呉さんをゲストに迎えて、山水画ですね、山水画の、歴史とか、あるいはどういうキーワードがあるのかっていうことを主にお話しいただいて、でその後、後半は、僕とちょっと、今回の展覧会を含めて、話をする予定なので、1時間ぐらいですけれどもお付き合いいただければと思います。で、少しだけこの展覧会についてお話しさせていただきますと、山水ってそのまま名前がついてますけれども、必ずしも今日そのお話しいただく山水画に限定されるものではなくって、例えば日本でしたら2週間後にまた別のゲストで、枯山水のお話をしていただきますけれども、そういう庭にも関係してますし、つまりその、日本あるいは、起源をたどれば中国ですけれども、東アジアの、どういうその自然の捉え方があったのかということを、今どういうふうに、それを、読み直すことができるのかということで、この現代の、30代40代の作家を中心に、現代美術という、枠組みの中で、展覧会を構成しています。個々の作品については今日は作家のアーティストの皆さんも、こちらにいるので、このトークの後にですね、ぜひよろしければ作家の一人一人にもお話、聞いていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ呉さんです。よろしくお願いします。ただいまご紹介に預かりました京都から参りました呉と申します。よろしくお願いします。座ってさせてもらっていいですかね。よいしょ。今回、国立博物館、なんか一番現代アートと縁の遠いようなところから、お話をさせていただくということで、なんかちょっと恐縮なんですけれども、僕自身はそもそも近藤さんとは10年ほど前に一度お会いしたことがございまして、僕は実は大学院の時にその中国の油絵の歴史を調べたいなと思っておりまして、近現代の美術を勉強したいなと思っておりました。でそので、中国のギャラリーとか、たまに通訳のような仕事をしておりまして、その時に、近藤さん前職ギャラリーを務めだったので、それでちょっと知り合いになる機会がございました。それからもうすぐ僕博物館に就職したんですけれども、就職したらもうそれはもう本当に古い中国の、今日お話しするようなその山水とか花鳥とかの、お軸を扱うような、仕事になりまして、現代アートからほど遠いところにいるんですけど、僕自身は好きで、いろいろ中国行った折とかに、展覧会を見るようにして、今日ちょっとそのあたりのこともご紹介できればと思っております。ですので、古い時代からの、山水、今回このテーマが山水ということなんですけれども、でも実際ご覧いただいて、お分かりのようにその山水の作品、いわゆるその山を描いたり川を描いている作品は、今回一つもございません。しかし、コンセプトはその今日お話しするようなその山水につながっているものと僕は思っておりますので、まず話の、この皆さんの今回 の, その作品をご理解いただく、また感じていただく前提として、そもそも中国の山水とはどういうものなのか、また中国の現代アートの作家が、山水をどのように扱っているのか、そして山水 の, そのコンセプトっていうのは、このタイトルの外遊と輪廻で、そしてもう一つ付け加えで発木っていうのも今回加えておりますけれども、最後にその3つの、山水にまつわるそのキーワードをちょっと簡単にご紹介して、それで、近藤さんと、からいろいろご反応いただこうと思っております。それでまずそのレジュメ、お手元に資料をお配りしたのはございますか。その流れに沿って今日のお話を進めさせていただきます。ちょっとパワーポイントの方はそのゲナートのものそのスライドが中心ですので、ちょっと最初の山水画とはっていうところはちょっと何も、図版を用意してないんですけれども、まず山水画とはっていうところでそのちょっと簡単にキーワードを拾い出してみました。
山水画っていうのはその、まあ、山を描いて川、あの川を描いていわゆるその中国の、まあ、よくそのレストランにかかっているような、まあ、そういう風景画を指すのですけれども、そもそもはなんでそういうのを描くのかっていうと、まあ、もっと古くいい時代からあったんでしょうけど、漢の時代に神仙図とありまして、あのいわゆるその神様や仙人が住むような世界を、まあ、一つ の, その中国人が考える理想の世界として、理想の自然としてそういう山水を、考えていたというところですが、そもそも山水図の起源としてはその、神仙図が、ございます。でそれがその、時代が少し下がりまして、南朝南北朝の時代、中国の南北朝の時代の宋という時代に、その宋兵という、詩人であり画家がおりまして、その人がその画山水図という、文献を書くことによりまして、その山水という、絵画のジャンルが独立するように、自然を描く中に必ずしもその、まあ、神仙思想がベースにあるんですけれども、それから絵画の、まあ、鑑賞絵画として独立するような、道筋を、この宋兵によって、が編み出しました。それから唐時代に入りまして、まあ、日本でいう平安時代にあたりますけれども、その時に、五道士ですとか、李師君、李商道という、当時代の有名な画家がおるんですけれども、その画家たちが、山水画を、宮廷を飾るように壁画を描いたり、またその壁画をその青や緑で、山水画をさらに絵画、鑑賞絵画としてその、自立させるようなそういった仕組みを、作りました。それを、まあ、山水の変と申します。でその時代が下って、その次の宋ですね、宋代、特に北宋代に、李成とか郭熙とかっていう画家がおりまして、山水を、の構図とか、描き方を確立した。そういった意味でその、まあ、山猿ですとかいろいろその、山の描き方、春峰、岩の描き方とかそういうのを確立しまして、いわゆる古典的な完成を見たというのが一つの、まあ、山水画の、まああの一つの、まあ完成していく流れになります。ですので、まあ、北宋時代、まあ、日本でいう鎌倉時代に、まあ、山水画っていう一つの、まあ、完成を見たということでありまして、その後からは、実はその文字のたしなみと書いてございますけれども、現時代、明時代、新時代と、時代が下るにつれて、あのいわゆるそのアマチュア文人というのはその、政治家であり官僚である人たちがその、まあ、余暇としてその、絵筆も握るしも創作するというところで、その中でその自分の、まあ、あの首都とかに、帝国 の, その王朝 の, その中心にいる、あのそのいわゆるその、権力の中枢にいるにもかかわらず、むしろそこから逃れるがための、まあ、一つの様子がとして、胸中の嗅覚というか、あの心の思い描いているその自然風景を描くという意味で、その文人画が、流行することとなりました。まあ、大きな流れとしては、まずこういった流れを、まあ、あの今単語と、キーワードとしてちょっと押さえていただきまして、それでちょっとあのスライドを見ていただきたいと思います。で、あの山水画とはっていうところで、あのいわゆるその山や川を描いたっていう山水画も、もちろん用意すべきだったのかもしれないんですけれども、まあ、僕自身ご紹介したいなと思いましたのはこちらの三幅の絵画でございます。家計山水図、年古直筆の家計山水図、そして、秋計、冬計、夏、秋、冬の景色を描いた三幅の山水画が現在国宝として日本に伝わって、中国の山水画として国宝として日本に伝わっています。でまあ実はこれ本来はその、夏秋冬ですので、あの春の服もあったんですけれども、春の服は実はもう早い時代に失われておりまして、実はこの、春の服を含めて4幅はその足利将軍家の、肖像でありまして、足利義満とか義政が持っていた、いわゆる東山五物といわれる、まあ、日本の中央絵画での最高峰の、まあ、ブランドを有している作品でございます。で、まあこういったその中国絵画っていうのはその四幅でとか、あの連幅であの四季を表したり、まあ、四幅だったり十二幅だったりするんですけれども、まあ、
でもこういうのって贈答っていうか贈り物でもよくされますので、結局その室町将軍家から出た後にそのばらされまして、那須の方は山梨の久遠寺、いわゆる日蓮宗の総本山である美濃部さんの久遠寺さんがご所蔵されておりまして、残り2区は南禅寺の塔頭であります金地院さんがご所蔵しています。で当館ではこれをお預かりしておりまして、僕は担当で、この2幅は管理させていただいております。でなんでこの絵を紹介したかというと、これはまあ山水人物図といっても厳密な意味では山水図ではないんですけれども、先ほど僕が申し上げましたその中国人にとっての自然との付き合い方っていう意味で、一番分かりやすい、また素晴らしい、作品じゃないかと思ってご紹介するわけでございます。この3幅で、特に秋と冬に注目していただきまして、これ人物がいます。人物はそれぞれ何か視線を投げかけておりまして、この、頭巾をかぶった講師なんかはその歩いている歩みを止めて振り返っています。これ何見てるか言いますと、秋の服では隠れ、いわゆるその鶴が鳴き声を上げて、それに気がついてこの、木の根元で、休んでいるその講師がそのふとその鳴き声に、釣られてその、上空を飛んでいる鶴を見ている。これ本当に大変、ここに講師がいまして、大変鶴が小さくて見つけにくいんで、よくギャラリートークで皆さん見つけてくださいって言うんですけれども、大体この辺にいます。本当にちっちゃくて、ぜひこれはやはり本物で、ご覧いただく。やはりその美術作品って、結局現在いろいろ複製が作られたりとか、スキャンで、例えば京都の寺さんでもだいぶ障壁があって、全部スキャンで置き換わって、うち原画は元の障壁をうちの方で保存させていただいたりしてるんですけど、やはり本物を持ってる、その凄さっていうか、またこの絵文のその、このうねりですね、これもやっぱりその、基礎この秋と冬はその奇想皇帝といいまして、北宋時代の一番文才に優れた、しかし国を傾けてしまった皇帝の作とされるんですけれども、実際ちょっと時代が下って南の宋、南宋時代のものなんですけれども、それを補ってあまり、現象を補ってあまりうるぐらいのやっぱり素晴らしい作品、筆力を見せています。でこちらは鶴です。で冬の方はこれ振り返ってみても、これはサルさん、おサルさん。でここにも子供がいて、実はもう小猿もいます。で長猿なんですけれども、親子の猿を、それが言っていまして、その猿が鳴き声を上げた。遠蹄っていうんですけれども、それで、視線をこう振り返って。でお猿さんは、この辺ですね、この辺の古木にいるんです。こう見てる。ですので中国の山水画っていうのは大変その、もうピンからキリまであるんですけど、最高峰に位置するものはやはりこのようなその、絵の中にいろんなストーリーを感じさせる。しかも視覚的に表してますけど、実はこれ絵で描こうとしたのは鳴き声、その音を描いているっていう意味で、また夏の方の服はその動物は出てこないんですけど、松に揺られているその将来って言いまして、その、風のそよぎを、表しています。ですので中国 の、その絵画を所有する人、絵画を描く人にとって、の、一番の理想っていうのは、自然の中にこのようにその溶け込んで、自然の中でその徴用する、散歩するような形で、自然の、いろんな、ちょっとしたその、変化ですとか、揺らぎっていうのをその感じていく。それを一番の理想としていたということをご説明したいと思って、これを挙げてました。で、よく山水画って本当に山がうねったり、うねうね連なったりとかして描いてるんですけれども、じゃあそうなって本当にやっぱりその新鮮世界から山水画っていうのができたって申し上げましたので、やはり一つの空想の世界を描いた、理想的なその世界を描いた、いわゆる実景ではないんじゃないかって思われがちなんですけれども、実はやはりこういった、日本の景色、中国の景色でも、これはちゃんとうまく撮れてないんですけれども、これは上の方はその、目木島へって、ちょうど瀬戸内 の芸術祭に行った時に、そのフェリーから、四国の方を見たのかな、がちょうど、このような山の上に重なり、円山の重なりが見えて、山水図っぽいなと。
思って撮った写真なんですけど、まあ、いわゆる日本ではそのなかなかこういった山の連なりって感じられないんですけれども、まあ、瀬戸内海をまあ一つの川と見立てれば、こういったその中国のまあ的なその山水画っていうのはこういったところから生まれてくるっていうのは一つまあ体感できるんじゃないかと。まあ、中国ではないですけど、その朝鮮通信使ですね、江戸時代の朝鮮通信使はこの瀬戸内のその航路を公開しながらこの日本の景観を楽しんだと言われております。ですが、まあ、こういうやはりその、山の連なりっていうのはやはりその一つ実験に基づくっていうことと、こちらの、下の方に挙げております写真は、ちょうど年末にもう今中国行ったらね、なんかいろいろ言われますけど、ちょうど11月終わりから12月初めにかけてちょうど関東に行ってまして、その時に、この連州といいましても、ほぼもう広東省でも内陸の方にある広州市からでも車で3時間ぐらいかかるところを、まあ、友人に連れて行ってもらいまして、そこでその毎年、撮影国際撮影祭といいまして、その写真アートの、写真 の, その、芸術祭が毎年開かれています。そこの、まあ、一つ主会場がその、古い、中国の、会社みたいなところをその回収して、それを、博物館にしているんですが、その、屋上にその屋外劇場を作っておりまして、このちょうど円形 の, そのすり鉢型の、劇場があるんですけれども、そこから屋根を見たらやっぱりもう内陸なんで、こう本当に山がゴツゴツして、それが重なって見える。まあ、ちょっとこれはあまりそれがこの辺でちょっと感じ取っていただくしかないんですけれども、そういった景色。だ中国にとっても広州の友達も、こんな広州は海沿いですので、こんな、なかなかこんな景観がその同じ湘南にあるんだっていったぐらい、やっぱり中国人にとってもやはり一つの、まあ、実験であるんですけど、やはりその一つの、まあ、驚きであったっていうのは、もう面白かったです。でここからがその、その2番目の四角のところの、中国の現代美術に見る山水の画ということで、いくつかその、今回はその日本の作家の方々 の, その山水というそのキーワードから、またコンセプトから、生み出された作品を、まあ、皆さんご鑑賞いただくんですけれども、そのまあ一つ の,、まあ理解する、まあ、カウンターパートっていうか、まあ、一つの比較材料として中国の事例をいくつかご紹介したいと思います。まず最初に、ま、ご紹介するのはこの展望といいまして、展望この人は本名なんですけれども、まあ、中国 の, その90年代から活動している現代の中国アートを代表する作家の一人なんですけれども、結構日本でもそのこの人の作品というのはいくつかありまして、左が汐留の方のシティセンター、オフィスビルの中にこ う,、こういった、オブジェがあったり、また2016年 の, その茨城県北の芸術祭の時にも、これは岡倉天心の記念館で、こちらにアジアは一つっていう岡倉天心を、検証した、石が立ってるんですけど、まあ、それを、何かその、生かす、ちょっと茶化すとは言いませんけれども、何かその、大真面目なそのアジア主義に対して の, その何か、ずらしみたいなことで、その岡倉天心のいたその別荘にその、この石を置いた。で、実はこの石っていうのはこうゴツゴツして、石と言いましたけど、まあ、これはステンレスで作られているんですが、まあ、中国にはこういったその石を置く習慣がございまして、こちらがそのいわゆるその太古石ですね。中国の庭園には欠かすことのできないその、変わった形をしている岩なんですけれども、この岩っていうのが、まあ、こういうふうにその蘇州の庭園、孟子園ではこういうふうな、まあ、家族の枯れていたり、まあ、こういうふうにその、景観に溶け込んでいる、ものであります。でこの岩っていうのはその太古っていうその湖で、から引き上げられた石灰質 の, その岩なんですが、その穴がいろいろ開いているので、まあ、いわゆるその穴を通してそこからその、穴の先にその、異次元の世界が広がっている、まあ、いわゆるその同業的な思想で何かその長寿だとか、不老不死だとか、そういった人間にとってその理想的な、望ましいっていう、まあ、欲望も含めたそういうなんかその理想世界が透けて見えるという意味で、よくその、いわゆるそのこの石を置くことによって中国の景観
をその、その新鮮世界に変えていく、まあ、リアル散水画みたいな、機能を果たすようなアイテムと考えていただいたらいいかもしれません。まあ、それがその庭に置かれている、まあ、伝統がずっとあった。で、実はこちらが、全くもう きらびやかなその、ところ、北京市の、会議中心といいまして、北京市政府がやっているその、カンファレンスセンターですね。まあ有楽町にある、会議場みたいなところ、ですね。まあ、そんなところ、もうピカピカなロビーにこんな、岩が置いているっていう、もう明らかになんか違和感が、むしろそのさっきのお見せした、展望の、さんは、むしろこういうのを、パロディに持ってきて、都会に置くなら、やっぱりそのステンレスで、こうピカピカなことがその、都会にあるべきだという。下にあるその牧村さんの作品もなんかマウントということでその、先ほど近藤さんから教えていただいたんですけれども、そのあえてその、土の盛り上がり、また自然の自然物をその、現代のその、山水として考えるときに、その現代のものでその山水をどう考えるかといったときに、あの車を盛り上げる時のその、段差運命の、ものを、それを築山として見立てたのが牧村さんであれば、こちらはその、その太古石をもう、形を、全くその、岩にその、ステンレスを貼り付けて打ち出して、これを全く手作業でやってるそうなんですけれども、こういったそのピカピカなものを置くことにて、都会にこそ、こういあの、こういう、ステンレス製のその太古石を置かないといけないっていう、ことをやっております。だからこれはいわば、まあ、あの何も考えずに置いてしまうとこうなって、むしろこっちの方がその逆にキッチュな感じをしてしまうかもしれません。でそもそもあの中国の庭園というのは、まあ、こういった安らぎ、まあ、先ほどの太鼓石を置いているような似たようなところで、まあ、早漏亭というのはどっちも蘇州なんですけれども、こういったその美しい、いわゆるその誰万人にとっても安らぎである空間でもありますし、一方でその太鼓石がもっとたくさん置かれると、この獅子林といいまして、本当にあのこういった太鼓石に囲まれた庭園、石しかないような庭園もあって、まあ、それはそれで、キーな安寧という、その中国人にとっての庭園の、持っている効能というか機能っていうのは本当に、奥が深いなっていうことを思いました。いわゆる、まあ、庭園で、まあ、彼らによってリアル山水を作っていこうとするところがありまして、でじゃあ他の現代作家はどうかっていうと、そのジョヒョ、シュピンさんも、これはあのいわゆるその中国の、一番 の, そのトップスターではあるんですが、この人はあの背後の孤児っていう、背後 の, その裏面 の, その物語っていう作品で、これはその、北京故宮が持っているその活気、先ほどその中国の北宋時代にその山水古典的な完成を見たっていう山水がまさにこれでして、こういったその樹木の、を機械化にまるでカニの爪のようにそのうねらしてとか、あの、まあ、卵型の岩をあちこちに置いたりとかってする、いわゆるその、リアルでありフェイクであるようなその山水を、構築したのが北宋時代なんですが、まあ、こういう北宋時代の山水を、現代において見せるのはやはりこういう、まあ、ちょっと普通に描いただけじゃみんな見えへんから、やっぱこうあの、スクリーンのようなモニターのような形で映し出すっていうのが、まあ、一つの、まああのまあ、表面上の見方です。で実はこれ裏に回りますと、なんで裏、背後の 裏面の物語かっていうと、裏になるとこういうふうに実はその山水を作るためにこんな、ごちゃごちゃこんな、まあ、バックヤードがこうなってるっていうことを、彼はあえてそれも含めて一つの作品として見せているというところで、その山水をその作るっていうところで、その表面の美しさ、またその実際に、その山水になるときなるまでのその過程はどういうものを経てるのかっていうのも含めて、また例えばこういうのでその表面を取り繕うことによって、その現代の中国の、表面的な繁栄を揶揄しているというのも、もちろん簡単には言えるかもしれませんが、まあ、もちろんそれだけではなくて、多分もっといろんな、彼なりの、樹氷さんなりのその思いがあると思いますけれども、彼はそれってあまりか、僕ちょっと文献をちゃんと調べてないんでわからないんですけど、おそらく今いろんな解釈ができる作品ではないかと思います。また自然との合一ということで、まあ、ちょっと刺激的な作品であるんですけれども、まあ、あの本当に、
自然と一体になろうとしたらもう本当に裸になって、でさらにその自分が山になろうということで、その仲間たちと、積み重なって、1メートル、これちょうど1メートルあるんですけど、1メートル山をその高くしようっていう、まあ、これはその中国 の, その、現代アート、特にパフォーマンスアートでもう、金字塔の作品になっておりますけど、まあ、ちょうど日本の60年代、70年代にこういうパフォーマンスアートも、まあ、ゼロ次元とかありましたけれども、まあ、中国にとってはそれはまあ95年とか、はい、80年代、90年代がその時代であったという。だから彼らにとってその、現代アートの作家にとってその自然ということを解釈したときに、もうこういう、 もう自然に本当にそのまま帰れという、こともありました。また山水図をそのまま、モチーフにした作品もたくさんありまして、本当にここにご紹介するのがほんの一例です。大光輝といいまして、彼も、ジョヒョウさんとか展望さんたちと同じような時代に活動して名を馳せた。よくその、コカ・コーラとか、キャノンだとか、マクドナルドだとか、その中国に入ってきた資本主義社会の、まあ企業 の, その広告を、ソッツアート、ソ連の、ポップアート、ソ連の末期にその、いろいろそのグラフィカルなそのアートが出てき、ますけど、それを、中国版に置き換えた作品で、名を成した、名を成した人なんですけど、彼がその、まあ、2000年、2010年代には、こういったその伝統絵画を、まあ、やはり自分たち の, その、まあ、一つの資産として受け継いできた資産として、やはり日本人はこれ使ってもなかなか、作品を作りにくいかと思いますけれども、彼らにとっては、まあ、これを使って、こういうふうにそのいろいろ、原子、モノクロ単色でその置き換えてみた。でさらに これ筋に見えますけど、これ全部温度計を彼は貼り付けていまして、その温度計 の, その変化によっても新たなまた波を見せるっていう、またそういった、取り組みをしています。でまた映すということでは、そのこの小妖精という作家なんですけれども、これは日本の東博にあります十分 の, その観光独調図という、まあ、おそらくもっと大きな作品を日本で の, その鑑賞形態に合わせて茶の湯とかで使うお軸でしたので、まあ、このサイズに切ったという作品ですけれども、これをそのまま写してみる。でこれはまあ油絵なんですけど、この一本一本毛描き、まるでその糸で縫い付けたような形で描いているというところで、まあ、彼らのその工夫があるんですけれども、実はこの作家につきましては、去年の3月にちょっとスキャンダルがありまして、いわゆるその彼はその90年代から有名だったんですけれども、ずっとそのベルギーのある作家の作品をずっと真似ていた。結局そのベルギーの作家が描く、子供の落書きのようなそのひよこだとか、小鳥をずっと描いて、それで、まあ、彼は有名になったんですけれども、実はそれはベルギーの、名前すみませんちょっと今忘れちゃいましたけれども、まあ、いわゆるその、メジャーシーンに出てこない作家さんの作品をずっと30年間パロディー映していた。これは本当にパロディーっていうんじゃなくて、本当に、まあ、表説という意味で、シャレにならないことではあるんですけれども、実は、まあ、そういった意味で、その、中国の現代アートっていうのは、写し、まあ、後でその、林檎っていう、その、山水画にとっての写しのことを、ちょっと簡単に触れますけれども、まあ、写すことにとっての、まあ、抵抗というか、まあ、いわゆるその、悪く言えばパクリですけれども、彼にとってのその感覚っていうのは、また違うものがあるところがあるのかもしれません。でこちらは台湾の作家です。ヤオロイチョンというヤオロイチョンという作家さんなんですけれども、こういったその、北総大で描かれているのはその、カニ草樹、カニの爪のようなその、樹木を、こういったその、原色で、の、絵画作品にしてみたり、まあ、こういう、まあ、コルノーさんですか、高麗さんとか、まあ、いわゆるその新鮮世界の山を、描いた中に、これはその台湾の総統府ですね、日本が作った建物ですけど、台湾の一番の国会議事堂みたいなところをこういうふうに置いてみたりとか、まあ、いわゆるその山水のアレンジっていうのはいくらでも中国や台湾の作家にとってはあるっていう一つの一例です。で、まあ、彼がなんでそういう、キッチュな感じでの、その色使いだったとか、割と、マテリアルゴツゴツしたようなそのマテリアルでその作品を作っているかというと、まあ、こういう、まあ、彼自身その、テウンポといってその明治時代 の, その作家
さん、民時代その画家の絵を写した作品もあるんですけど、彼が写した絵がこういう、何かそのエナメルでかたどったようなレコードに金箔を貼り付けたりしているんですが、こちらが実はそのおそらくその発想のもととなったのがこういったその屏風ですね。中国 の, その,、まあ、あの皇帝が使っていた家具でありまして、これは、まあ屏風、中国の場合その屏風っていうとその絵の屏風もあるんですけど、本当にその日本の屏風作品のようにむしろ数がほとんどなくて、むしろその屏風を日本から輸出してたぐらいでして、で中国の屏風というとこういったその家具が一般に伝送されます。でこういったその中でその、山水図っていうとその絵に描いた山水図ももちろんあるんですけれども、実はそれの例は非常に少なくて、こういったその工芸として、まあ、あの放浪とか象眼とか、そういったその、工芸的なその、手法で、山水を表していく、まあ、そういった意味でその、これは、まあ、一つの家具として、まあ、成立するんでしょうけど、それを絵画作品に置き換えると、まあ、こういうふうな、キッチュな感じになっていくっていうところで、その楊さんはおそらくそういったところでも、その置き換えを楽しんでいるのかなと思っていました。あと2つばかりちょっと紹介しますけれども、まあ、やはり山水っていうのはその、まあ、中国人の作家にとってはやっぱりやりやすい、まあ、これも、その先ほど申し上げましたその撮影祭、広東の撮影祭でたまたま見かけた作品なんですけれども、宋寛さんという方の作品で、やはりその中国の景観を撮ると、まあ、どれも山水に見えるというところで、まあ、これをどう読み取っていけばいいのかまだちょっと僕分からないんですけれども、やはりまあ一つの中国人にとっての山水というのはそのマジックワードみたいな一つの何でも便利なツールになっているのかなという気もします。ここにその、中国のまあ北宋代 の, その山水を置けば、まあ、これで自分の写真と並べれば、まあ、一つもこれで作品ができてしまうというところも、ある、まあ、もちろんこれ自体 の, その良さもあるんでしょうけれども、まずはやっぱり一見するとちょっと安直というと大変失礼なんですけれども、いろんなやはりその取り組み方、中国人にとっての山水の扱い方っていうことを一つ考えさせられた作例でございます。また日本でもその山水についてその日本でも現代アートいくつか紹介されているんですが、この楊栄亮さんはデジタル山水っていうことで数字っていうのはデジタルっていうことなんですが、こういったそのスクリーンで光の点滅を見せつつ、でもよく見るとじゃあこの光っていうのが例えば飛んでる飛行機だったりドローンだったりとか、ここに自動車が描いてあったりとかして、まあ、現代の都市生活をここでデジタル絵巻のような形で描いている。でこちら金沢で、こちら熊本なんですが、まあ、こういった形でアレンジしていくっていうのが、とにかく山水っていうと中国のアーティストにとってはすごい扱いやすい、やはり自分たちの伝統であるというところを見せつつ、そこから自分の思いを伝えていくという意味では、一つ取っかかりをしやすい素材なのかなということをご紹介したいと思って、このセクションを読みいたしました。で、近代にとって、現代がじゃあそんなそういうふうになって、いわゆるその、正当な山水から、いきなりそういうふうなキッチュな山水とか、になったのかっていうと、実はそうでもなくて、やはりその近代においてはすでに、例えばこちら老星山っていうその中国の、写真家、近代で中国の近代写真史では必ず名前が挙げられる写真家なんですけれども、もともとやはりその山水の素養とかも画家の素養もあったんですが、そのカメラマンに転向した後は、むしろこういう、写真、作品でその、山水を再現する、実際に山に行って鉱山とか中国の名山に行ってそこで置物つるとか置いたりしてこの写真撮ってるんですが、まあ近代美術にとってはその中国の近代にとってはこれが、まあ、リアルな、モダンなその山水の表し方と、受け止められている時もありますし、また一面では実際に絵の方ではちょっと山水じゃなくても鶴やから鶴を用意したんですが、こんな表金な鶴を描く、青白石といいまして、その中国の近代美術20世紀の水墨画とかこういったその国画を代表する作家さんもがいるんですけど、その作家さんが名を馳せたのはやはりこういったその表金な
見ていて、その可愛らしいようなまでに、その一回リアルを、中国 の, その花鳥画とかっていうのは、その長崎派、江戸時代その長崎にその新南品という画家が来て、長崎派ができて、そのリアルな、花鳥画で名を、一世を風靡するんですけど、むしろそれから対局の、まあ、いわゆる朴訥としたような、表現で、近代っていうのは、受け入れられていくということで、まあ、リアルとフィクションの揺らぎっていうのがあった上で、それで現代アートにつながっていっているのかなと思います。で最後にその、3つほどキーワード、今回近藤さんが用意してくれましたけれども、まあ、外遊と、臨摹と、発木ですが、画遊っていうのはその山水画っていうのは、先ほど新鮮世界を描いて、それを取り込むためにその、一つのアイテムとして、にしたり、また、太鼓石を用いたりとか申し上げましたけれども、まあ、一番のやはりその理想っていうのは、ね、山に行って実際その山でその、自然を感じることが、一番なんですけれども、もちろんみんなそういうことが全部できません。ですのでその、先ほど一番最初に申し上げました南宋の宋の宋兵という山水画を書いたその宋兵が、もう一つ唱えたんですが、この画遊、彼が言ったのはこの画遊でありまして、伏せて遊ぶ、すなわち、家にいるいながらにして、山水とか中国の自然を体験する一つの手がかりとしてその山水画を、継承したということがあります。こちらに挙げているのはその東京国立博物館を持っている国宝の少々画遊図鑑、まさにその画遊という言葉が入っている巻物でありまして、いわゆる、まあ、こういった山水画、水 の, そ の,、その雲ですとか水蒸気とかの気配をその、うまく描いたような、そういったその朦朧としたような、山水風景を、こう巻物の形でとど、めている。またその巻物っていう形も一つの キーポイントでありまして、巻物っていうのは今でこ そ, その展示ケースでバーッと広げて5メートル10メートル広げたりするところもありますけど、もともと本当はこう手で手繰り寄せて見ていく、自分 の, この手のひら手の伸びた長さで見ていくのが本当に正しい鑑賞の形態であります。すなわちその、自分一人かもしくは仲間と見るものであります。ですのでそこでそのいわゆる個人的なその体験としてこういった山水を見ていくっていうのにまさにふさわしいアイテムの巻物である。でこういう巻物でこう実景ともまたその実景をさらに表現化したような形でそのまあ理想の山水としていったのがまあこういった山水表現になっていくと。ただしまあ中国にとりましてこういったあまりにもそのちょっと朦朧としたところがありますけれども、こういった朦朧とした表現っていうのは実はあまり好まれるところではありませんでして、南宋時代の一時的な流行で、次の元時代になりますと、こういった作品ってあまり受け入れられなくなってしまいます。ですので、まあ、木形だとか玉簡だとか、日本で、よく知られている中国 の, その山水の画家っていうのは、中国で、あまり受け入れられなくなってからその日本に入ってきて、で日本人 の, その感性にこういった朦朧とした、こういったその空気感、いわゆる日本の四季の移り変わりとかもそうなんでしょうけれども、日本人の感性にあったということで、これ日本でむしろこういった作品が受け入れられていったところです。まあ、もともこの作品自体はその明治以降にその日本に入ってきた乾隆帝のコレクションでありまして、最初の方にはその絵の最初の方にはその、大と言いまして、大字と言いまして、乾隆帝が、こういう4文字で喜怒雲霧と書いております。それでも皇帝のコレクションとして大というものであった。でかつその日本に来てからはこの絵にはその中国の山水とか絵画っていうのはたくさん の, その持ち主が結構字を書いていくのことを許されておりまして、反抗していくのを許されておりまして、むしろその書くことによってその画家やその当時の作品とか生み出されたその空気と一体になる、そういうことによって時空を超えたその画遊 の, その体験を共有していくということをしています。で下この内藤コナンというのはその、大正、昭和の初めにその最初その朝日新聞の記者を務めて、それからその京大の東洋史の中国史の、教授になった人なんですけれども、中国 の, その、
日本における中国学を確立した有名な方なんですけど、その方が、こう自分も書いて、さすがに紙はちょっと変えて新しい後につけた、紙なんですけれども、こういうふうにその題字をつけている。それでその、概要の体験を共有していく。ちょっとそのレジュメント順番が逆になってしまっているかもしれません。発木っていうところで、発木っていうのはその、唐の時代に、こう何がしとか、王僕隅って書く人が発明したと言われておりまして、まあ、いわゆるその隅をバーッとぶちまけて割と荒く描いて、それで荒く描いたところでその何かその形を見出していこうとする、書き方です。かつ僕隅を注ぐ、流すということでありまして、その隅の、たまりに何か例えば水たまりで使ったとかコンクリートの隅からその何か形を連想していくっていう、いわゆるそういったものをその隅で水墨でやったっていうのが発木であります。で、これもだから中国にとって一時の流行であったんですけども、例えば先ほどまあ紹介した朦朧とした形で紹介、山水を描いたということで玉簡ですねがこれですけれども、こっちの作品もうちの博物館に管理しておりますけれども、まあ、こういった一見すると何書いてるかわかんないけどよく見てここに船があったりとか、こちらにその樹木があったりしておりまして、そういったその、形からその、連想していく。だから抽象から具象なのか、抽象から、継承を見ていく、形を見ていくのかっていう、まあ、その方向性ですね、いろいろ違うと思いますけれども、それがその日本では例えばその有名な雪舟も破木、破木、まあ、発木とはちょっと違うんですけれども、その墨をその、割と荒く使うっていう意味で、その発木的な表現として、雪舟のこういった山水、これも国宝にされて、指定されておりますけれども、日本でもその形で書かれました。発木っていうのはやはりこう、まあ、一つのその、まあ、この作品自体ももちろんすごいんですけれども、むしろまあ僕が思うには、その、一つのアクションペインティングっていうか、こう意をすることその瞬間こそがまあ大切なのかなと思いまして、何かその墨を置くところから何か形が始まっていくというその、でそこからどんどんそので何、形がまたその景観が出来上がっていくというところがその発木の、面白さではないかと思います。そういった意味でその、こういったその墨の垂らしとか、っていうところでそのリンパの表現によく垂らし込みがあるんですけれども、よく小池の方その、顔料をその、流してそれをその、まあ、装飾的な表現とするっていう、やはりでもそれは、まあ、そこに何か形を見出すんではなくても一つの、まあ、装飾、まあ、デコレーションとしての、まあ技法ですので、そういった意味でそのリンパと、こういったその発木っていうのはちょっと相入れないのかなというふうには思います。またアクションペインティングってそのジャクソン・ポロックとかありますけれども、まあ、ジャクソン・ポロックはちゃんと一見その根本に描いているように見えながら、やっぱりちゃんとどこに絵の具を垂らすって考えながらその、木の棒にペンキをつけて振ってますので、まあ、見た目は確かに似ているんですけれども、そういった意味でその抽象表現主義ともまた一線を画すっていうのが発目じゃないかと思います。でこれが最後のスライドになります。最後はそのリンモというところで、そのリンモっていうのはいわゆるその写すっていうことです。まあ、山水っていうのはその一つのまあイメージ自然ですので、むしろそこにオリジナリティっていうのはそんなにいらない、むしろ自然と一つになるっていうところから、何か一つ の, そのまあアイテムであればいいので、その景観っていうかその描き方が一つ決まっているっていうところがあります。ですので、まあ近代以降 の, その美術っていうのはオリジナリティが求められていきますけれども、むしろ山水にとってはむしろそれは必要がないっていうふうに極論も言うことができます。でも実際にはそのこの写しっていうところで、リンモっていうところで、リンとかモとかホって4つか、3つほど漢字上げましたけれども、リンっていうのが一番かっちり写す、そのまま、見た引き写しで写すっていうこと。モっていうのはもうちょっとその自分のちょっと筆色が、筆致が加わって写すっていうこと。で、ホっていうのはその、元となるその、大作家のその作品の、オマージュを捧げるっていう意味で、その大作家の筆筆法とかを踏まえて、まあ、ちょっと自分なりに描くっていうところで、そのちょっと程度が違うんですけれども、まあ、だからどれがいいっていう、まあ、いうのはなくて、まあ、リンもいいものもありますし、でもただやはり多いのが方ってついてる方何々山水図っていうのはやはり一番記録の山水図が多いです。で、
そもそも輪以上にさらに、かっちりしているというのはもうまさにこれは回収画面といいまして真の時代の初めにできましたその山水とかいろんな、中国の絵画を描くときの教則本ですね。画譜っていうんですけれども、これはまあ版画で刷ってるんですけどいわゆるその、まあ、あの山水を描くための教科書として、こういったものがある。でこれが本物なんですよ。下のはこれ先ほどあの背後の、物語っていうところでその、活気の山水を、スクリーンにした、作家、助教さんを紹介しましたので、受講さんがその写した、会心画でっていうのはこれで、まあ一見するとそのまま写したように見えるんですよ。よく見るとちょっとやはりあの、その筆致がやはり現代の価値になっているというところで、まあ、あの面白さがあるというところでその山水ということを考えるときにその中国人にとっては、まあ、いろんなフレーズがあって、その画遊としても心を持ちで楽しむやり方、またその臨摹というその、スタイルで、どこまでその、映していくか、その山水というものをその自分で作っていくかというそのスタイル、でありもありますしまたそのテクニックとして発木として、あえてその、かっちり映さないでその何かその一つの墨の点からその世界を見ていくような、そういった発想主にその山水中国山水を考えるときにはまあ、その3つの要素をまず踏まえていただいてちょっとどこか頭の片隅に置いてもらってそしたら現代の作家さんの作品を見るときにそれがどこかに引っかかっていればもうそれでサンスに対してオマージュを捧げているということが言えるんじゃないかという意味でその中国の作家さんはかなりいろいろダイレクトな形で現れていましたけど、まあ、今回はいろいろもっとその色の機微に富んだ基地に富んだところがきっとあると思いますのでそれはあのまた作家さんの、ギャラリートークもあるかもしれませんしまた近藤さんの方からご紹介いただければと思いましてまず今日の僕の話としましてはその山水というものをあの理解するための、まあ、一つの僕なりの見方をここで簡単にご紹介させていただきました。どうもありがとうございます。まあ、ちょっとだいぶ長い、ね、歴史をこうキュッとしてあのご説明したのでいろんな、まあ、あの見慣れないキーワードもありますし、いきなりは全てあの把握するの難しいと思うんですけれども、まあ、あの今回の展覧会に関して言うとやっぱりその、プレスリリース下でお配りしているテキストなんかにも少し触れましたが、一つはその、まあ、自然の中に没入するとか、まあ、そういったところからつまり主客と、主客ですね主体と客体それの、まあ、関係性をつまり西洋の近代というものははっきりと分ける考えで、まあ、特に例えば僕が、研究しているそのランドスケープ風景というのは、まあ、実はランドスケープというのは日本語では風景と訳されますけれどももともとは風景画という意味で、まあ、絵の方が先なんですよね。で、まあ、その風景画というものはつまりその見る人間主体というものがあってそれが、まあ、見た世界自然というものを描いて成り立っている、まあ、絵画なわけですけれども今お話しいただいたようにもともとのその山水画というものはそういう主客の別を、まあ、認めないというかそういうその、まあ、主客身分というような言い方もありますけれどもそういったところから、まあ、自然を捉えるというような、まあ流れにあるわけですね。でそれを、まあ、あの東アジア的といえばそうなんでしょうけれども実は、今僕がその触れたランドスケープ風景画っていうところにも実はそういう、まあ、ことが見えないこともないと僕は思っていて、つまり東アジアに限定されるその山水画に限定される主客身分っていうことではないと思うんですよね。つまり例えば、ですけれどもその、ピクチャレスクという問題があってでこれピクチャレスクっていうのはピクチャー風景画とか、まあ、絵から来てるわけですけど日本語で訳すと絵のようなって訳されるわけですね。でその絵のような庭作りをしていくのが、まあ、イギリスの18世紀の風景式庭園だったりするわけですけれども、まあ、そういうその、絵のようなって言った時に、これは、その風景っていうものが何を前提としてるかっていうと今言ったように風景ではなくて風景画なんですよね。だから普通は風景から風景画を自然から風景画っていう絵が生まれるっていう流れで考えるはずなんですけどもうその庭作りっていう時点で、イギリスの場合はもうすでにそのどこかにあった、まあ、イギリスとは限らないんですけど例えばイタリア16世紀とか17世紀のイタリアの絵画そういったものを、参照しながら、まあ、実際には、ない風景自然風景というものを庭の中に作ろうとするとかだから絵を参照しながら実際の自然を作るとか
風景を作るっていうようなこともありましたし、またその絵のことに関して言うと、その、まあ、シンギュラリティっていう言葉がキーワードとしてあるんですけれども、これは日本語だと単一性とかあるいは特異性とかっていうふうに訳されるんですが、まあ、これ特異なっていうのはつまりまあ唯一性ですよね。で、そのでも風景の唯一性っていうものは実はそのそれぞれの例えば A の場所の風景とか B の場所の風景の唯一性つまり固有性っていうことではなくって、その一つ一つの風景の中にある瞬間とかある時間に現れるその現れようなんですよね。だから A の場所の風景が一つではなくって A の場所の中に風景がいくつもあるっていうようなことが、つまり時間の流れとか季節の流れとかあるいは見た人のその人が受ける連想ですよね。そういったものによって風景画ができるのであれば、その風景っていうものは一つではなくって A の場所からいくらでもつまり特異点っていうのが複数あるっていうような考え方ができるわけですね。でそれはまさに、例えば、まあ、コピーをするっていうつまり複製をねどんどんやるっていうことで、まあ、それがその19世紀とかに流れていくとヨーロッパではどうしてもそのモダン、近代美術っていう枠組みの中で近代絵画の枠組みの中で、自己が、自己言及性というか自己の表出っていうことで、まあ、そういうコピーっていうものが下に見られてオリジナリティ一点唯一性というものが上に持ち上げられてそのバランスが崩れるわけですけれども、そこがまあ一つもともとその19世紀の前18世紀の風景画ピクチャレスクの問題とかではそのオリジナリティとは言いませんけどシンギュラリティというものと複数性というものがある意味同居している、そこの枠組みの中でまあ捉えるなら、そういうそのこの中国の山水画とかそういったものともまあつながりが見えるんじゃないかなというふうに思うわけですね。だからそこの主客の問題というのは結構この展覧会でも重要で、やはりその、どうしても私たちは風景って聞く と、まあ、なんかその自分と相手という感じでこうで境界をはっきりと区切って考えがちですけれども、もともとそういうのはおそらくその日本、まあ、その中国には、まあ、なかったというかそういう考え方ではないものがあったということをちょっと考えたいわけですね。だからそのそれで言うとその発木、例えば雪舟の作品を見せていただきましたけど、これなんかは、そのやはり余白、まあ、つまり、余白があって、余白の中は、まあ、空とか無とかっていうわけですけれども、その余白に、まあ、ある意味万物が、まあ、潜んでいて、でそこにこの隅で、発木された、まあ、イメージが現れる。でそのイメージっていうのも実は、その万物の中の、まあ、あるいはまあ自然でもいいですけど、自然の現れの、まあ、あくまで一側面であって、それはだから瞬間を捉えたっていうことがやはり、よく言われていて、でそのだから瞬間を捉えたわけですから、これがその例えば、まあ、一つの風景だとして、一つの風景の全てとかそういうものではないですよね、もちろん、でそれをだからもちろんだから余白があるので、こちらの場合は一幅で一つの、絵画でその余白と、イメージのコントラストによって、まあ、それを、まあ、主客っていうものを、まあ、見せたりとかするわけですけれども、西洋の場合は必ずしもその余白っていうものがもともとこういうような形で現れてないので、どちらかというと画面を全てこう埋めるっていうところから、来てますから、その西洋画の、風景画っていうところで言えば、まあ、一枚ではこういう表現はできないんだけれども、先ほど申し上げたようにその複数の、まあ、時間とか季節っていうことで同じ風景を描くことによって、まあ、風景の、まあ、特異性と複数性というものが、まあ、バランスよくというか、まあ、それをもって風景とするというような考え方があるわけですね。ただそうですね、中国とか、まあ、この日本の、まあ、室町水墨、中世水墨、でも上にその字が書いてありますけど、まあ、台紙を書き連ねていくという意味で、まあ、やはりそういった意味でその余白が全部そのものあるというのはやっぱりちょっとどっか心もとないところもあって、はい、自分でもって埋めていくという完成も一方であったっていうところがまた、複雑なところかなと。まあ、だから僕がだからその一瞬の現れって言ったので面白いと思うのは、例えば日本とかだと
これがだからこの後、例えばこの詩だけでイメージがないものとか出てきますよね。うん、でそう、今ちょっと名前がパッと浮かばないんだけど、でそういうものとかはだからまさにそのもうこの虚の空間というか余白を見て、あとはもう詩を読んで、それでまあ発木がなくても、うん、あのイメージがなくても、それを見ても読んだ人が自由にそこに、頭の中でイメージを思い描けるみたいな、なんかそういう、まあ、それはちょっと極端な例ですけど、禅画とかはそうですね、うん、だからそういうようなところにまでやっぱ行く面白さっていうのが、うん、あると思いますね。なんかあれですかね、あんまりあれですけど、もしちょっとあの分かりにくい、まあ、一気にちょっと話しましたので分かりにくい部分もいろいろあると思うんですけど、あのせっかくいらっしゃってるのでよろしければあの何かご質問など、あ、じゃあどうぞ宮田さん。はい、あの日本でも、まあ、例えば村上隆だとか山口晃とか相田真紀とかあの辺りの方っていうのは本当に、まあ、いわゆるどっちか紹介したいものに近いのかなと思います。なので、まあ、多分もう作家それぞれ中国の、アーティストでもちゃんと見ると、まあ、こういったキッチュ的な使い方をしていなくて本当にその、意識の中でのその山水を感じ取ってやってる作家もいるので、まああの日本の作家だからこう、中国作家だからこうっていうのではないのかもしれません。ちょっと荒っぽい言い方で今回ご説明いたしましたけれども、でもそうですね、でもやっぱりその、まあ、あのアジアのアートとか見ていて、やはりその中国とか東南アジアとかの方が割とそういう社会とのつながりを前面に打ち出した作品が多いに対して、やはり日本の作家さんっていうのは割とその自分の体験から、自分の心持ちから、景色を描いたり、また作品を作していることが多いのかなっていう傾向として一つ思いますので、分岐というかどうなんでしょうかね、その、そういったミニマム極致的な感じっていうのはどこから日本のアートがその展開していったのかっていうのを考えると面白いのかな。ちょっと僕答え持ち合わせてないんですけれども、何、うん、かそうですね、分岐なのかもともとあったのかどこ強く出てるのかっていうところで難しいのかな。他にはどなたかいらっしゃいますか。まあ、あの今日はこの後じゃああのレセプションも2時間ぐらいありますので、あのあとはあのクレさんもいらっしゃいますから直接あのお話を聞いていただいてもいいと思いますし、作家の方も、2回1回それぞれに、いるので、あの遠慮なく何かあの、まあ、パッと見だからこれの何が山水っていうふうに思われる部分もいろいろあると思うんですけど、まあ、あの僕にももちろんですけど、聞いていただいたらと思いますので、あのそれでは一度これで、トークは終わりまして、の下の方で、飲み物を、お出ししますので、引き続きお楽しみください。どうもありがとうございました。